歯は、高校内にある咀嚼するための一番目の器官。多くの高等動物が持つ。人間は、乳歯と永久歯の二組を持つが、ネズミ目のように一組の歯が伸び続ける動物もいれば、サメのように二週間に一組ずつ、新しい歯が作られていく動物もいる。化石化した、哺乳類において、最も特徴的な部位であり、古生物学者たちは化石の種類や関係を、 鑑別するのにしばしば歯を使う。歯は接触の際の重要な構造であり、その形は餌のタイプと強く結びついている。動物一般における歯は口周辺、あるいは内部にある構造で小さくて硬く、その表面に突き出ていて、その動物の接触の際に役立つと考えられるものである。細長いものはトゲなどと言われ、歯として扱わない。 脊椎動物以外で歯と言われる部位を持つ例としては、多毛類、ヤムシ類などがある。また、顎を持つ動物では、その顎の甲下部分にギザギザした突起がある場合、これを歯という例もある。クモ類や昆虫などに例がある。その他、軟体動物では、絶妙の構造の上に歯が並ぶ施設を持っている。日本イノシシの歯脊椎動物では、歯を持つものは、数多い。 人間の歯は、顎の骨に強く固定されているが、両者の結びつきはそれほど古いことではない。このように強く結びついているのは、ほぼ哺乳類の特徴である。サメ類においては、歯は何列にも並んでおり、かけるとすぐさま次の列から補充される。これはほぼそのままに皮膚につながっており、鱗から歯が進化したことが伺える。 このような葉は皮膚に軽く渦漏れているだけで、たやすく剥がれる。また、そのために、このような葉は噛む動作だけでは噛みつぶしたり、切り裂いたりという用途には使いがたい。この葉を持って餌に引っかかり、全身の運動で食いちぎるようにする、あるいは丸飲みにするのが普通である。一部の動物では、口の縁が硬化して、くちばしを形成し、葉を失っている。爬虫類の一部で子を持ち。 よりしっかりと固定された歯を見ることができるが、爬虫類の葉は単一の形態しか持たない。歯に竹を生じるのも哺乳類の特徴である。しかし、このような強固な歯を持つ代償に、哺乳類の大部分のものは、一旦永久歯を失うと再度歯が生えることはない。例外として、ネズミ目やウサギ目は一組の歯が生涯伸び続ける。象毛は食物を掘り出し、 戦うために使われる摂取である。歯人体で最も硬く、遺体では、その治療状況によって、人物の特定の重要な手がかりとなる。人工歯と区別する意味で天然歯ということもある。歯学では、死がといったが使わない傾向にある。なお、歯肉、歯根膜、歯臓骨、セメント質を刺繍組織という。歯の発生つぼみ蒸気膀蒸気症状を寄贈下質の、 形成エナメル質の形成歯根の形成エナメル基の変円部の上皮からヘルトイヒ,ヒ上皮症が形成される。ヘルトイヒ,ヒ上皮症は根線方向へと進み増下質形成を促し、歯根を形成する。セメント質の形成ある程度歯根の増下質が作られた頃、ヘルトイヒ,ヒ上皮症が分断される。その隙間から破傷脳の細胞が移動し、 セメント目細胞となりセメント質を形成していく。分断されたヘルトイヒ非常皮症は発症脳から分化した刺繍人体の中に残りマラスセの上皮遺産となる。放出時にはまだ子根は未完成であり、これが完成するのは放出後しばらく経過してからである。また、放出時にはこの時にはすでにエナメル目細胞は存在しないが、 象ゲメ細胞はかつて波乳頭であった歯髄の中に存在し、象ゲ質を作り続けている。成長線成長線とは肉眼または顕微鏡学的に歯の表面に見える線状根である。主に歯の形成の良し悪しで線状になることが多い。また歯の種類や年齢によりできる成長線も違う。人の口腔内にある全子を熾裂という。 上顎側に並ぶ歯を上学歯列弓、下顎側に並ぶ歯を下学歯列弓という。人は一生のうちに入歯列と永久歯列という二つの歯列を持つ。歯の部位を示すために、歯の内側を、絶足、口外側、外側を、唇側、胸側正中に近い方を近、近身反対側を、遠心、上端を切縁後方面という。入歯入歯は、 乳時期に見られる歯である。乳歯は生後6から8ヶ月頃より多くの場合は下顎の前歯から生えてくる。乳歯列は2歳から6歳頃にかけて生え揃い、歯の数は上顎側に並ぶ上学歯列弓の10歯、下顎側に並ぶ下学歯列弓の10歯の総20歯である。人間の乳歯は大きく、入摂歯、入腱歯、入球歯の3詞種に分けることができる。 前方から、入中摂氏、父側摂氏、入県氏、第一入球師、第二入球師の順に並ぶ。入歯は、A 久歯と比べて、エナメル質と増下質の厚みが薄く柔らかい。全体的に歯は小さく、静白や乳白色を示す。石灰角が低いため、腐食になりやすい。また、入歯には、骨髄や再退血に比べて、 高密度で幹細胞が含まれており、近親者へ移植できる可能性もあることから、骨などの再生の実用化に向けた研究が進められている。乳歯は最終的に12歳から13歳頃までには全て抜け落ち永久歯へと転換するため、脱落歯とも言う。永久歯永久歯は乳歯に代わって生えてくる歯である。永久歯が生え始めるのは6歳頃である。 永久歯列の歯の数は、上顎側に並ぶ、上顎歯列弓の16歯、下顎側に並ぶ、下顎歯列弓の16歯の、総32歯である。人間の永久歯は大きく摂氏、剣歯、小球歯、大球歯の4歯種に分けることができる。摂氏は成中に隣接して存在し、その速報にそれぞれ、側摂氏がある。摂氏は中摂氏。 側摂氏の2種類上下計8本ある。側摂氏の奥には、剣士が上下計4本ある。旧氏は、計20本存在し、小旧氏と大旧氏に分けられる。入氏の脱落後に生えてくる、中摂氏第2小旧氏までを大成馬、第2成馬と呼び、入氏の存在しない、大旧氏を、火成馬と呼ぶ。まず、第1大旧氏から生え始め、その後徐々に生え変わっていく。 大体13歳頃には、前歯から第2第9歯までの28本が生え揃っている。第3第9歯は生えてくるのが遅く、また生えてこないこともあり、親知らずとも呼ばれる。永久歯はきちんとケアをすれば死ぬまで使うことができる。また、高齢者への調査で歯が多く存続しているほど活動的であることがわかっている。歯の異常としては以下のものが知られている。 人工歯が一般的だが天然歯も入れ歯の材料としても使われた。ジョージ・ワシントンは生涯四つの入れ歯を使ったが、一つ目の入れ歯の下の葉は抜けた自分の歯を使ったという。かつての人類は狩りで捕らえたマンモスなど大型動物の歯を槍や矢尻、斧などに加工して利用していた。また、鋭い歯は加工しなくてもそのままナイフとして用いられる場合もあったようである。 現在では、象下などが工芸品に利用されているが、絶滅の恐れのある野生動植物の種の国際取引に関する条約により、取引が現在中止されている。しか、生打ち等の葉は入れ歯としても使われる。ありがとうございます。